あまりに共通の友達が多くて、それで知り合ったんですけれども、そこから何かしたいねと言って2人で話していたら、そういう震災が起こって、そうしたらもうこのためにもう何かできることはないのかということで、もう急遽ミラノで彼の写真展を行って、それが本当にもう4月だったんですけれども、それでそこから何かもう一度こう東京でやりたい、彼の熱いこうなんかもうなんか渦のようなエネルギーに私は巻き込まれて、ここまで来たんですけど、本当にこんな風な形になるとは夢にも思っていませんでした。被災地の写真をレスリーが撮ったのを見たんですけれども、本当に色がなくなっているような情景がこう目に残っているんですけどね。私はファッションの力というのを信じているので、まあ、ファッションの力を借りて少しでも世の中が明るくなればいいなと、ワイヤーバッグを持つことによって幸せになってくれればいいなというふうに願っております。
楽しんでくれたまあ楽しかった You guys enjoy? お待たせいたしましたね。これはね、去年の4月から10ヶ月かけて、撮影したの作品です。あと2日間、311、去年の311みんな何やってるか分かんないですけども、私は去年3月1日にもうまさに次の自分やりたい写真集で、すごく自分が大好きなアートディレクターのところにいて、麻布十番のところで井上嗣也さんという方ですけども、彼のところに一生懸命、2011年、2012年、2013年本をいっぱい作りたい、50歳まで100冊作りたいと盛り上がりながら地震が起こった。それで私がみんなと同じくその日からみんなも同じく毎日毎日2週間もつらかったんですね。で、私はどうしようと思ったら3月22日に被災地のところに行きました。岩手県と宮城県と女川とかで、いろんなボランティアたちがみんなね、一生懸命なんかボランティアしたりとか、まあある意味私もじっと見たら同じことをしたくなってきたりし、外国人の私がまだ日本に行ったの方がいいのか、たくさんの外国人友達みたいに日本離れたの方がいいのか、全く自分は答えが出なかった。でもやっぱり日本が好きで、きっと言うまでもなく私本当に日本好きで、みんなをたくさん の写真展と事務作品を通して伝えてましたし、もう一回改めて日本見る、だから被災地のところに来ました。そこの声を、そこのみんなの声と心を聞きたいと思って、ただ2泊3日の経験は私とってはすごい大きな力になりました。そこの人たちは残りのは何ですかと言ったら命で、亡くなった命はみんな何もできなかったんですけども、残りの人たちはもう一回一生懸命自分の道を、自分の街を作り直す、するしかない。で、私東京戻ってきた。で、早速自分の周りのお友達と働いている業界の友達を見て、みんなも同じ答えが出ない。で、音楽が好きだから、その時に私が大好きなアーティストをたくさんの中で、音楽アーティストがみんなじゃあショーをやるとか、その中でアユも含めてユーミンも含めてたくさんアーティストも含めてコンサートをやって、まあいろんなそういうキーフォーのプロジェクトをやって、で私も同じくそう見た時に、あ、やっぱり私5年前にスマートラのために作ったのスーパースターズ写真集みたいにジャパニーズバージョンを作って、それでやりたいと思って、で去年の5月に同じところで第1回目のラーベンホープという写真集、多分半分以上みんな知ってると思うんですけども、その時はティファニーさんが私のためにサポーティングしてくれて、で表参道ヒルズも含めていつも通りのセッティングもさらに私にすごい自由で形にしてもらって、だからまたみんなにあの時に見せました。で、あれからもうすぐ1年経ちます。 で私もその本を作った時にもうすぐやっぱり1年、来年の3月11日、つまり今週日曜日になったらみんなどんな気持ちに向かっているか分からないけど、もう一回みんなと会いたいと思って、今回はこの方沖野さんのおかげでちょっとぜひ上げてほしいんですけども、上がってほしいんですけども、これもねまだいいんですけども、私沖野さん出会ったのね、多分ねちゃんと会ったのは5回6回しか会ってないんですよ。毎回の会話は5分10分15分ね。そうですね。で、私たちの出会いは実は2009年の時に、私も同じ心でスーパー東京の写真集を作った時に、沖野さん の PR の方沖手さんがこの本を見て、スーパー東京の中で1000人のいろんなジャパニーズと友達が入ってる、その時沖野さんがたまたまその本をね PR からもらったらすごい笑顔で、それなぜならばたくさんの友達がいましたね。いろんな友達がいたね。沖野さんも日本離れたり香港住んだりイタリア住んだりほぼ20年間、でいつもしょっちゅう日本帰ってきてすごい親しい友達と会ったりする、で必ず日本のために何かやりたいでいつも思って、で私も本当にそのスーパートークに2冊の本のおかげで友達となりました。あ、ちなみに僕たちを紹介してくれたのは生駒さん、生駒淳子さん今日はいないですけども、生駒淳子さん今日はいないですけども、彼女が僕たちつなぎくれて、つなぎつなぎつなぎたくさんの人が心の人たちみんなで私つなぎくれたの、ひょっとしたら1回しか会ってない、ひょっとしたら1本しか喋ってない、ひょっとしたら10回仕事したかもしれない、みんな同じ、私にとっては絆つなぎ
で今回もまたアントプリマの皆さんのおかげでこんな私が贅沢のその写真のあの10ヶ月も私のやりたい方向に合わせて文句なしでずっと続けてサポートしてくれた。だからまず今日は一番私がここにみんなに見せるのをおかげとはやっぱり荻野泉さん、荻野発祥で、お願いします。皆さんということでおっしゃってください。嬉しいの熱い渦にこうなんか巻き込まれて、ただあのほんの少しだけサポートしただけですので、皆様ありがとうございます。本当少しだけじゃないよ、こんなことなんてなかなかできないから。私はあの本当にあのアントプリマのワイヤーバッグをのカラーを見たときに、早速ラーベンホーブのダニーダンはもうカラスで、なんで色って言ったら、私が沖のあのそこ あの岩手県とか行ったときに全部グレー、モノクロの世界、もう本当に全部の街がグレーになっちゃった。でこれから1年間かけていろんなカラーをみんなに、いろんな女性の体、女性の表情にと一緒に、あといろんな国籍の女の子にそういう風に表現してもらいたいと思った。でこのセットのコンセプトはオリンピックみたいです。なぜならば今年2012年はオリンピックでしょ。だからそうオリンピックのちょっとオリンピックのコンセプトで国旗の 女性たちをこういう風に持ってもらって撮影しました。私はみんなに前向きで、とても明るいの日本、明るいの世界を毎日毎日向かってあの一生懸命生きてほしい。私も私なりに頑張りますので、皆さんも皆さん頑張ってほしいし、一緒にあのこの幸せの私大好きな国で一緒にみんなもう一回素晴らしい日本を作っていきたいです。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。